玉島町並保存地区玉島町並保存地区玉島町並保存地区は1995年に岡山県が指定した岡山県倉敷市玉島地区の町並保存地区である。倉敷市玉島町並保存地区玉島町並保存地区は町並重点整備地区と周辺景観保存地区から構成され、新町、中街町、屋出町の3つのエリアからなる。 玉島はかつて瀬戸内海に囲まれる島々であった。江戸時代に神殿開発で堤防が築かれ、羽黒神社を中心に放射状に堤防が伸び、その上に町ができ、玉島固有の都市構造が形成されていった。干拓を進める傍ら、北前船の寄港地及び高瀬船への水運により、物資が集散する港町として繁栄した。現在でも虫か窓や、 漆喰壁、気、生子壁を持つ本、瓦吹き塗りや作りの紹介や土蔵が数多く現存している。1995年に岡山県町並保存地区に指定された。また、2017年4月28日に、同地区を含む倉敷市の一輪の面下から始まる倉敷物語、和と洋が織りなす繊維の町のストーリーが日本遺産に認定された。 1642年、水谷勝隆が、微中松山藩主になる。水谷勝隆は、松山城下町の外交として、玉島港の建設、周辺の神殿開発、また、問屋町の建設を行った。高瀬通が開かれ、玉島と松山間の幹線水路を整備する。二代藩主水谷昌州と三代藩主、水谷勝美が50年間、高橋、 新居みかんの水路を整備し、船の運行の便を図る。1670年、阿賀崎神殿が玉島神殿の西に完成される。東南部の堤防場に屋敷割がなされる。そこに、商人たちが誘致され、新町が形成される。1671年、柏島の丸山と羽黒山をせき止める新町堤防が建設される。新町とんやに、西国や 大国屋などの43件の問屋がの木を連ねる。問屋が仲買人を通して、西進かす、星かなどを取引した。1672年、北陸と上方を結ぶ西回り航路が確立され、北前船が活躍する。1676年、下道郡山田村の菊池右上門が、長崎の中買町に移住し、新町の初代商屋となる。 新町に問屋業者を招くことに励む。新町の土手中央に道路を作り、道を挟んで北側に港問屋の屋敷を作り、南側に戦国線を横付けできるように町づくりを進める。1698年、世上が安定し、開墾地で、米作、面作が増産1702年、水谷家の断絶により、天領、丹波亀山藩、 松山藩の三藩による支配が始まる。玉島港は以下の理由のため衰退していく。新町の富屋は当初43件あったが、最初に13件が潰れ、18世紀後半に急激に減少。1774年には16件まで減少し、1779年には13件となっている。1756年、 幕府が全国に油物取引の統制をしたため取引が停止。玉島は九州と油物飛び中面との交換売買を主としていたため大打撃を受けた。1960年、帰戦時代に入り地方の小港となるが、水島臨海工業地帯の発展、拡張に伴い重要港湾水島港地区に編入、水島港玉島港区となる。 1995年、岡山県知事が、県下で8番目の町並み保存地区を指定。新町地区は、多摩島町並保存地区の中央部に位置し、現在の倉敷市多摩島中央町一丁目の一部で、ある。江戸時代初期に、港湾施設を建設するために海中に築いた、堤防場にあるため、港に接しているのにもかかわらず、周囲よりも標高が高い。またかつて周囲が、 水面に囲まれていたため、北側にも船着き場の遺構が残されている。羽黒神社から新町堤防跡を望む1671年、備中松山藩主水谷氏から不信を受けた大森氏の干宅事業により、羽黒神社のある阿弥陀島から柏島丸山を結ぶ堤防が建設された。この堤防は農地を拡張するためだけではなく、 松山藩の外交を整備するため、海中に港湾交易施設としても建設された。新町には高橋川流域の港問屋が移住し、港に臨む堤防南面には、蔵が堤防北側には店舗を持つ問屋街が建てられ、個性的な景観が形成された。商業活動が活発になるにつれ当初に、敷地では手狭になり、何度かにわたって海が埋め立てられ拡張された。 江戸時代、明治時代では、玉島港周辺では新町は、問屋と中街、中街町はおろし小売り、通り町では中街、おろし小売り、時和町では、宿が多いという特徴が見られた。1938年、新町北側の里見川一部が埋め立てられて、水面に囲まれた特徴的な景観が失われた。近年、伝統的な建築物が、 徐々に失われ駐車場となる場所が散見される。新町の発展とともに、中街人たちが周辺に移り住み、栄えていった地域が次第に中街町と呼ばれるようになった。JR 山陽新幹線、山陽本線新倉敷駅から県道41号線を南へ約3キロメートル。新倉敷駅、南口バスターミナルより、サ よりしません、たま中央町停留所下車。ありがとうございます。